まずはアルカサルから当たれ。スラット・ニュアトという地元のギャングが所有するカンティーナだ。例のドロイド職人が有能ならスラットもその男を知っているだろう。そいつのことを詳しく聞かせてもらえる？スラットは密輸業者だ。町の地下墓地を使って商品を運んでいる。ミラのバイクに逃走を仕掛けるなど人脚に問題のある人物とも言われているようだ。ありがとう、参考になった。スラットに会えば感謝の気持ちも消える。何を探してるの？ありがとう。また来てちょうだいね。あのレース？それ、もう結果が決まってるんじゃない？ND5、 ここ帝国だらけだよ。今アキバは闇市場の支配権をめぐって各シンジケートが牽制し合っている状態だ。目に見えない危険にも気をつけていて。ゲイ、無視してネックス。
飛び乗ろうとしてたトルーパーがいたよ。木にぶつかって投げ飛ばされてた。こんなに大勢帝国の連中が来るなら初めてだ。こんな顔でやつらは秋葉を何も分かってない。アーマーの隙間に葉っぱを詰まらせたやつは私。笑えない。すぐに把握するさ。うちの親はオンダロンの家だから。あんなことに受けることができます。スコア出すよ。帝国軍に入る気はないか。酒場で募集なんてなんだか変わってるね。帝国はあらゆるものに可能性を見出している。俺もそうだった。俺は僻地の集落で採用されたんだぞ。自分の名前すら書けなかったのにだ。それで今は書けるってこと？今の俺は重要な役目も任されるくらいだ。今期はもうすぐ募集を締め切る。早く応募しろ。正真正銘の絶好のチャンスだ。そうなんだ。そんないい話断るわけにはいかないね。大きな力の一部になれるんだぞ。すでにブラスターの訓練を受けていれば契約金ももらえる。生涯最高の決断になるはずだ。後悔はさせない。そうだろうね。興味があれば着陸パッドに行け。列ができているから分かるだろう。ああ、やってくれるの？大会が目当てならもう遅いぞ。違う、あんたのボスに会いたくて。そうか、スラットなら奥にいる。どうも、ここは砂漠が盛んなんだ。金遣いの荒いのがいるからな。おこぼれ狙いがビラ中から来る。そうなんだ。ジェイレン、いい？これからスラットに会う。何か取っかかりが欲しいんだけど。友達の情報とスパイスを引き換えにしてみたらどうだ。ああ、うん、いいかも。いわゆる投資だ。慎重にやれよ。
ねえ、ちょっとスラットに会ってくる。ああ、そうかい。幸運を。誰なの？俺を裏切ったやつだ。さあ出て行け。待って、いいお金になるものを持ってる。情報と交換しない？なるほど。どんな情報だ？ローディアンを探してる。名前はゲディーク。居場所を教えて。それで？サンサナスパイスを2箱分持ってるんだ。ゲディークの居場所を教えてくれたらそれをあげるよ。よくわかった。取引成立だ。そのローディアンなら帝国の研究ステーションにいる。ハットカルテルに殺されてなければだがな。え？なんで？彼が何をしたの？自分で奴に聞けばいい。間に合えばだが。兄弟なんだ。何？テーブルの男だ。奴には片目を奪われたが、それ以外は俺が奪ってやった。ああ、そう。なんだか似た者同士だね。ND5、ジェイレン、ゲディークの手がかりをつかんだ。帝国の研究基地で働いてるみたい。帝国の一員なのか？ではやめておこう。仕方なかったんだよ。刑務所行きとの二択だった。他に何か情報は？秋葉で敵を作っちゃったみたい。それは私が対処する。そうしてくれ。だいぶ高くついてるしな。とてもじゃないが、いい考えとは思えんな。モンスーンの季節が迫っています。自宅の備えができたら、周辺の家も十分な準備ができているか確認しましょう。こっちの方が早い。
コアキアンが気になるの、ニックス。わかった、相棒、ついてく。落ち着いて、ニックス。怪我するよ。何も見えない。うん、聞こえてるよ。今行くから。やっとか。もう草むらは嫌。帰ったら虫がついてないか確かめないと。わあ、すごい眺め。で、何なの？ちゃんと捕まってるんだよ。
ごい景色。大したことないからね。着いたけど、ハットの姿がないね、ニックス。ゲディー君、無事でいてよ。
基地に入った。ゲリークのことだから作業場かどっかに引きこもってそうだけど。メンテナンス施設は全て地下にある。重要なターボリフトの位置情報を送る。ニクス、攻撃。近くにいるといいけど、ああ、後で後悔しそう。
嘘、見つかった。一体どんなセンサーをつけてるの？僕のせいじゃない、本当だ。バイパーがシンジケートを追い回すなんて知りようがないだろ。なんとかするから少しだけ待ってね。バイパーの操作はしてない、本当だよ。タレットの動力源を破壊しないと。イコニクス、嘘。
ゲディークは近くにいるはず。帝国が秋葉に何を求めてるかはわからないけど、総務計画に使ってたバイパーじゃ役に立たない。廃棄されたユニットとテミンから手に入れたクローン戦争の頃の部品がある。これで特別なものを作れば家の近くに配置してくれるかもしれない。ゲディーク、何をしたの？ターボリフトに乗るよ。久しぶりだね。調子はどう？嘘、ケイベス？ありえない。こんなところにいるはずないのに。仕事で来た。カントで夢見てたようなやつだよ。ほら、僕はもう夢を見ない。今の姿で察してよ。状況は把握してる。私はあるドロイドに困ってて、取引しようよ。船はあるの？もちろんある。 PX のコマンドもね。元のパーツは？それは知らない。自分で聞けば。そっか、じゃあ乗る。よし、昔みたいだね。ケニック、もう行こうよ。うん、そうしよう。ターボリフトに乗れば裏口まで行けるよ。一緒に行かないの？僕の視覚情報を使えば外には出られるさ。ただここを離れる前に片付けなきゃいけない問題があってね。バイパードロイド絡みで。ハットに命を狙われてるのと関係ある？詳しいことは無事に脱出できてから話すよ。さて、ここも限界態勢になりそうだ。ケイ、後ろのアクセスハッチを解除した。早く逃げて、話は後だ。おいで、ニックス。Thank you.
C5 ゲニークを見つけて引き入れた。よし、ジェイレンのスパイスは届けた。シンジケートがお前の友達を狙う理由を突き止め、問題を解決してやるといい。そうするよ。ゲリークってトラブルに巻き込まれる才能がすごくて。驚きはないな。そちらからすぐ利用できるようトレイルブレイザーを左心に動かしておいたぞ。ゲリーク、ドロイドの問題はどう片付ける？君のスピーダー、水上はどう？浅ければなんとか。ならそこからだね。友達のテミンウェクスリーならハイドロリパルサーを用意してくれる。サシン村に家族がいるはずだ。聞いて回ってみて。ケイ、スラットから連絡があった。お前に仕事があるらしい。え？それって驚き。